まんは。皆さんこんばんは。始まってるかな、無事に。佐野も俊太も見に来てくれてる。こんばんは。あみ、十太郎も。こいつらライブ終わりかかな。みんなありがとう、ミルクのみんなありがとう。ライブ終わりだよね、確か。今日ライブだっけ。ありがとう、見に来てくれて。めっちゃミルクいるってコメント来てる。ライブ終わりなのにありがとうね、疲れてんのに。お疲れ様、ライブ終わりましただって。第一も見に来てくれてる。タイ君事務所入ってる時からずっと推しです。今も俺事務所入ってるけど。そういうの時からと疲れたの許しません。でもやんなかったらやんなかったで寂しそうな顔するじゃん、佐野って。そこが可愛いよね。あれでしょ、 TikTok のあれでしょ。そう、安そうやん時でしょ。俊太、今日は何するんですか。今日は特に何もしない配信です。今日オンライントークが。十太郎寂しそうです。誰でもみんながコメントくれるから寂しくないよ。みんなで見に来てくれてるのありがたい。今日オンライントーク会がありまして、で昨日がツーショット会、宮城県であったんですけど、おそらくそういうリリース関係でのイベントごとみんなに会ったりとか、みんなと喋ったりできるイベントが今日終わったので、今日で一応終わったのかな、全部。なのでありがとうございましたという B9 も、まあ、まだまだツアーあるんであれですけど、あ、ジントも見に来てくれた。まだまだねツアーがあるので、全然 B9 が終わったわけじゃないんですけど、チェストってコメントくれてる、ありがとう。これでもアーカイブ残したらコメント見えないから、みんなあれだね、したかった。だっていつでもテレビ電話かけてくれればいいじゃん、俊太。ツーショットなんていつでも撮れるし。頑張ってください、抜けます。ありがとう俊太郎、ありがとう、またね。ミルクみんな来てくれてありがとう。そう、一段落したのでありがとうございましたっていうことを言いたいなっていう。まあ全然ツアーがあるからまだ終わりではないんだけど、一旦ね、そのみんなに会えるイベントごとは終わったので、ツアーまで。だからちょっとありがとうございましたっていうことをちゃんと伝えたいなと。まあもちろん来られなかった方もねいらっしゃると思うし、仕事柄遠征とかができなかったりとか、開催される都市に、ちょっと寒いです、開催される都市に行けなかったりとかでね、来られなかったりするっていうのもあると思うんだけれど、そういう方はね、コメントだったりとかで応援してくれてるし、別にコメントしない人
しないけど応援してるって方もたくさんいらっしゃるだろうし、見る専門みたいな、フォローだけしてみたいな、いろんな方がいらっしゃって、でなんかこう最近、ごめんねちょっとつらつらと喋っちゃうんだけど、なんかこう最近っていうか、まあ前からですけど、特にこうすごく、まあ8号車のみんな、ファンの皆さん、すごく嬉しいなっていう風に、ありがたいなっていう風に、なんか前よりも思う、前も思ってたけど、思ってなかったわけじゃないんだけど、なんか前よりもすごく思うし、うん、なんかこうあまりこう俺がまあいろんなもののファンではあったりするけど、わざわざこうね地方に行ったりとか、あとコメントしたりとかもするタイプのファンではないから、そのパワーというかすごく嬉しいなって思うし、なんかすごい近くで顔見れたりとか、画面越しで顔見れたりとか、なんかそこもすごく嬉しいなって思うしね、ほんともう2年前3年前ぐらいかはもう全くみんなの顔も見れないし声も聞けないしみたいなところもあって、やっぱりすごく寂しかった部分はあるけれども、なんか少しずつこうやってね、制限解除されて、まあ、あのビニールがあったりする越しだけど会えたりとかね、画面越しでも会えたりとかするのもすごく嬉しいし、で B9 のアンリミテッドツアーでもこう、みんなの声がね、やっと声出し解禁で声出したいって人もいらっしゃるし、なんかすごくこうありがたいな、嬉しいなって思うのと同時に、ね、別にあの声出し解禁される前から自分は別に声出すタイプではなかったよって人のことを別に否定しているわけではなくて、声が聞けるのは純粋に自分の気持ちとして嬉しいし、なんかつらつら喋ってる割に全然薄っぺらい内容で申し訳ないんだけど、なんかこう嬉しいなってすごく思って、感慨深い気持ちにもなったし、早くライブしたいなって思います。ライブが好きなんで、ライブがしたいね、早く。あと1ヶ月半、1ヶ月ちょいぐらいだから、それがすごく楽しみだなって思ってます。やっぱりライブが好きなんで、かなっていう思いをなんかオンライントーク、ツーショットとオンライントークを終えて、なんかこうなんか改めてこう感じたので、ちゃんと伝えたいなと思ってやった次第でございますなんかこうすごい嬉しいんだよね、やっぱり伝えてくれると気持ちを。オンライントークとかでもそうだし、コメントとかでもそうだし、なんかこう超特急のライブがとか、超特急がみたいな、いろいろ言ってくれるとやっぱすごく嬉しいなって思うし、なんかちゃんと誇れる人でありたいなとかも思うしね、会いたいね、もうね、感じかな。それを単純に伝えたかったっていう、やっぱり言葉にして伝えたいなっていう、もちろん行動でも伝えたいけど、っていうね、ちゃんとこうだけ行動、言葉よりも
行動が大事だとは思ってるけど、言葉が伴った行動が一番素敵かなと思うので、ちゃんと言葉でも行動でも皆様に伝えていければいいかなと思ってます。もう喋ることなくなっちゃった。それが言いたかっただけだからさ。ね、そういう感じです。すごくこうなんか8号車の皆様への愛がよりもともとすごい好きだけどより深まったなっていうのはすごく感じていて、っていう感じ。だから早くライブがしたい。まだちゃんとリハーサルも始まってないんだけどね。ツアーでは毎公演ヘア、髪の毛、メイクもできたらだけど、髪の毛は髪型は絶対変えようかなって、全公演変えようと思ってるんで、終わった後インスタグラム載せます。かいくん福岡でラーメン食べなかったの？全然違う話するけど、福岡でラーメン食べたよ。アロハとハルと3人で食べたよ。多分写真載せした組とは違うところで食べたよ。そうそう、髪の毛変えようか、髪型を変えようかなと思ってます。髪色はちょっと全然考えてないな。このままでもいい気がするし、茶髪でもいい、もうちょっと明るい茶色でもいい気がするし、もっと黒くしてもいいかなと思ってるし、金髪とかでもいいかなって思ってるけど、ちょっと全然ライブってハードルが高くて尻込みしています。この曲のコールやペンダはこうみたいなのが決まってるから、なんか楽しくて皆さんやってくださってるし、俺たちが全部強制してるわけではないので、ペンライトも別に持たなくたっていいし、こうだって言わなくていいし、なんか純粋にライブっていう空間を楽しみに来てくれればいいかなと思ってるので、ぜひ周りでコールしろよとかペンライトちゃんと振れよみたいな強制してる人がいたら、俺がめって言うんで、安心してライブ来てください。大丈夫ですよ。ちょっと待って、充電が少ねえわ今日使ってた。 OK、 ブルーレイを見て練習中です。ありがとう。ブルーレイで予習してる曲はどれだけやるのかも分かんないけど、楽しみにしててくれたらいいな。まあ髪色は全然決めてない、髪型も全然決めてない、メイクさんとかと相談して決めるから、まあ当日のお楽しみ。おのおのの楽しみ方でライブを楽しんでいただいてくれればいいかなと思ってます。ちょっと B9 でも流すか。俺普段自分の曲さすごい聴くタイプじゃないんだけど、 B9 は結構聴いてるかもしれない。何流す？ Thinking of You から流す。大好き。
thinking of you thinking of you ちょっと待って、しんみりしすぎるか。ちょっとしんみりしすぎるな。ミレニーグランド貸しとこうか。今朝はあの恵比寿クリーンナップ、クリーンアップ、クリーンナップ、クリーンアップ、クリーンアップ、クリーン、クリーンアップ、クリーンアップ、恵比寿クリーン、クリーンアップに参加してきました。超特急からは、私、ゆうき、たかし、しゅうやはるかな、参加してきました。すごく、楽しかった。俺、性格上さ、一個気になりだしたらさ、すごい全部気になっちゃうタイプだったりもするし、あとそれこそポケモンとかでさ、ゲームでこういろいろこう新しい街行ったらさ、全部全員の人に話しかけてさ、全部のこうなんていうオブジェクト調べたりとかするタイプだからさ、一個気になりだすと全部気になっちゃってさ、全然前に進めなくて、地域の方とか、あといらっしゃってくださったファンの方々に完全に置いてかれた。俺だけ一番最後尾でやってた。あ、電波あんまり良くない？ちょこちょこ止まる。まあもうしょうがないね、電波はね。こうやって一回 Wi-Fi 切ってみてもいい？一回止まるけど Wi-Fi 切ってみてもいい？一回切るよ。今 Wi-Fi 切った。どう？ Wi-Fi 切ってみた。 Wi-Fi 切ってみた。今普通に 5G です。 5G どう？だって自分でこれ見ればいいか。何です？今大丈夫？あ、今大丈夫なんだ。あ、じゃあ大丈夫だ。じゃあこれでやろう、これでやろう。そう、みんなもう知ってる？知ってるか。みんなもういろんなところインタビューとかで出てるから知ってるけど、今回の曲、モラモラとかアルバムのね、モラモラとか、あれは各メンバーセンターがあるんで、楽しみに待っててください。そうだよね、うん、そうそうそう。なので楽しみにしてください。私なんだろうみたいな、会なんだろうみたいなの楽しみに待っててください。台風でも流します。仮面仮面、あそくなり雨飛び込む世界中 blow up。 予測ができないエンジンは I've got to check it check it。俺なんだろうね、なんだと思いますか。今答えないけど。
何でしょう。お楽しみ会のセンターは何でしょう。さあ、うん、まあまあそのうちわかると思うのでのんびり待っていてください。準備どれどれ回れ回れノースセルス。回れ回れノースセルス。あ、来た来た。勢いハイエンハイ注文メガキルのクライプリの上昇前追い上げる321世界でマッシブ全てぶっ放せ作り出す歴史をバンメレリゴーブレイキッツェキオーかさらってゾーン暴走妄想ゲリノゲリノゲリノ We can see for 巨大な使命 Looking for danger Looking for stranger。 いい曲かっこいいよね。楽しみに待っててください。セットリスト決まってる。セットリストは一応決まってる。多分ほぼ結のセットリストがあって多分やっていく中で変わっていくかもしれないけどちょっと分かんない。ちょっとそれは来たね。やば、花見ないで。ジョイズウェイズウェイ。これみんなどうやってコールするんだろう。もともとコールってさ結構その自然発生的に生まれたものだからさ何とも言えないよね。そうだからちょっと何とも言えない部分はある。来週の日曜劇場に拓哉さんが出るね。1話にその前からできてるからね。ちょっとそのうちやるの楽しみ待っててください。あとは私前も言ったっけ、俺リクエストの俺が勇気にこれをそろそろやりたいですって言って入った曲があるんでお楽しみに俺がやりたいですって言ってやった曲やってもらう曲があるんで、もう俺がちょそろそろやりたいって言ったらセットリストに入れてくれた。ありがとうゆきさん、楽しみにしててください。多分ライブ初日来てか初日っていうかまあライブ来てくださった方この曲だって絶対一発で分かるんで、カイくんってなるから楽しみにしてて。楽しみにしててください。あと1ヶ月半、1ヶ月ちょっとぐらい待っててください。声出しありだからね、どんな反応になるのか。俺その時だけイヤモニ片方外そうかな。カイカイってなるから絶対絶対なるよ。
楽しみだな、みんなの反応楽しみ。で最近みんなさ、超特急とさ、エビダン以外で何聞いてんの？エビダン以外だね。あの何聞いてんの最近、おすすめ教えてよ。いや受け止めます。最近何聞いてんのみんな。お腹鳴りそう。TWICE SEVENTEEN KISMY-FT2 さん、赤西くん、バックナンバーさん、インディゴラエンド、インディゴラエンドさん、あれだよね、あの川谷さんのバンドでしょ、あれだよね。わかるよ曲。一目惚れだったよ。だよね。だから怖かったな。始まりに恋して途中を飛ばしたの。だよね。この曲好き。あなたと私混ざれないのかな。偶然。色が同じなだけ、たったそれだけで罰が悪いの。知っちゃった曖昧な関係の名前は片思い、賢くなった私って誰。そうやってしまった、いつも通りのこと。私らしく生きるよりあなたらしく生きてほしいから、バイバイ。この曲すごい好き。いいよねこの曲、大好き。チビが卒園卒業だったから、その時に歌った曲を何回も聴いてました。いいね。旅立ちの日にとか、仰げば尊しみたいな、いいね。谷由紀さん、あのなんだっけ、バウンディさん、いいね。家入りレオさん、いろいろ聞こう。フレデリックさん、新しい学校のリーダーズさん、いっぱいいらっしゃるわ。いぎなりさん、デイシックス、 JO1、WX、あ、そんな曲、そんな曲。トキセンさんね。あ、ジュディマリ、いいね。俺、もう最近ずっとさ、あのシュガさんばっか聴いてるからさ、あの曲めっちゃよくない？ People Part 2。 Time is here now, right, let it go, nobody da da da。あの曲大好き。ニッシーさん、アイコさん、いっぱいありがとう、みんな教えてくれて。ちょっと調べよう。フランプールさん、フェス出たいな今年の夏は。いっぱいいろんな方と、いろんな方のライブを見たいな。フェス出ていろいろ盛り上げたいのもあるけど、てかフェス見に行きたいな。普通にライブ行きたい。バンドさんとか行きたいんだよな。コシュニエのライブまた行きたいな。あと角でめっちゃ行きたいライブ。コシ君会いたいな。コシ君、楽しみだし、フェスも楽しみだし。あ、もうハンじゃん。救急車、やべ。ゆうつぼって方おすすめ、調べよう。ゆうつぼ、オッケー、調べた。後でちゃんと聞いてみる。
フェス出てえな。対バンもやりたいね。対バン、かいくんヤッホー、ヤッホー。伊島健人さんご存知ですか？ごめんなさい、知らないです。ごめんなさい。伊島健人さん、調べます。調べた後でちゃんと見る。とにかくカイ君に会いたいな。だってとにかくガチゴチに会いたいよ。ぼっち娘がジョーバイツさん聞いてるよ。いいね。 Party's over、 それでも踊りたかった、眠れないくらい、情熱の日はいつしか、いつの日にか。いいね、ありがとう、教えてくれて。最近のお腹鳴った、ちょっと。最近の楽しみは毎週水曜日に更新されるブルーロックを読むことです。あとは、あ、昨日、おとといコナン見てきたの。めちゃめちゃ面白かった。公開日に見に行ってきた。黒金のサブマリン見てきた。仕事戻ります、バイバイ。だってバイバイ。ブルーロックは誰推し？ブルーロックは好きなキャラクターはレオとアイクです。アイクまだアニメ出てきてないから分かんないと思うけど、漫画勢、僕は原作勢なんで、レオとアイクがめっちゃ好きです。コナンめっちゃ良かった。毎年面白いけど今年も面白かった。やっぱり赤井さんかっけー。でも今回に関してはベルモット良すぎたな。ごめんね、まだ見てない人いらっしゃるかもしれないから。ね、てかほとんど見てないだろうけど、だからまだ言わないけど、赤井さんかっこよかった。コナン誰推し？いや、みんな好きだけど、俺は陣平松田が好きなんで。陣平松田ちょっと警察学校編やって人気出過ぎた感は若干ある。かっこいいんだけどね。おとといはね、ポップコーン食べなかった、ジュースだけだった。なんかお腹空いてなくて、あんまり。美しいヒレ、ピッツさんの曲めっちゃ良かったな。あれヒレだよね、合ってるよね。一人で見に行ったの？うん、俺一人で見に行く。公開日に人誘って見に行けないよ。公開日に誰かに、今日公開日だから見に行こうなんて俺言えないよ。一人で見に行くよ俺。大体映画一人で見に行ってんだから。人と行った映画なんていつが最後だろう。中学の時とかじゃないの、人と行った映画。マジでいつだ。中学校の時にトイストーリー3が公開されて、でその時にずっと小学校から仲良くて、トイストーリーみんな好きだった友達と、友達たち 4,5 人だったのかな、トイストーリー見に行って、その席のこの俺が座ってて、隣に友達座ってて、この席のとこにウッディの人形座らせてみんなで見たっていう。
だから実質6人ぐらいで見てるんだけど、ウッディも入ってるからっていうのがあるかな。ボロ泣きしたわトイストーリー3マジで。今でも泣ける、想像しただけでちょっとうるっとくる。あ、違う、人と一緒に行った映画じゃあ、りょうがと見に行ってるわ。あ、そうじゃん。あ、そうだ、りょうがと見に行ったわ。バイオハザードとか見に行ったね、アイアーゲームとか。あとはあとはなんだ、あと、あ、タクヤと、そうだ、そう、あともう一人辞めちゃったメンバーだけど、あれだ、テラスハウス見に行った。3人で、思い出した。でもメンバーと行くのなんかそんなに友達と行ったって感じじゃないからな、メンバーと行ったからな。りょうがさん忘れてる、ごめんね、りょうが、ごめんね、忘れてない。友達っていう考え方から外れてた、ごめんごめん、忘れてた。あ、進撃の巨人とかも見に行ってるわ。あ、そうだ、メンバーで見に行ったわ。ゴジラも見に行ったな、確か。あ、結構メンバーとは見に行ってた。忘れてた。マジで忘れてたな。友達と行ったら多分その中学生が最後かな。あ、全然忘れてた、ごめん。完全に忘れてた。結構行ってる。信長コンセルトも見に行ったな。めっちゃ見に行ってた。忘れてた。ごめんね。忘れてた。友達と行ったのが中学校最後。メンバーと行ったのはそこそこ行ってた。ああ、完全に飛んでたわ。メンバーは友達と呼ぶ仲間から、うん、そうだね、友達と呼ぶ仲間だね。友達ではないな、仲間だね。仲間、まあそうね、難しい、クルーみたいな感じじゃない。同じこう目標に向かって一緒に後悔する船員みたいな感じじゃない。電車だけど俺たち船で例えちゃった。それだった。友達とはまた違うけど、なんか何だろう、難しいよね、仲間。仲間、なんのクルーみたいな感じだよね、多分ね。ワンピースのすが、あー、でもそんな感じじゃない。完全に飛んでたな。動詞、あ、まあ素動詞とか言い方はそっちに近いかもしれない。ああ、そうだ、全然忘れてた。だ、多分それが最後かな。だから友達と行ったのは中学校かな。多分そうだったね。あれか、初めてなの見てお肌ピカピカすぎてびっくりしました。うん、今あ、ニキビ、これニキビで、これこの辺肌荒れしてますで、この辺ニキビの跡がある。この辺荒れてる。わ、これから公開される映画で気になってるものありますか。なんだろう、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、マーベルズとかかな。やっぱマーベルシリーズが気になるかな。そんな感じです。一回壁タイム作っとこう。サムネイルよ、サムネイルよ。じゃあ
ここで喋っとくね。でも喋ること思いつかないな。突然のディット、なんか歌いたくなっちゃった。じゃあそろそろスクショタイムといきますか。一回コメントオフするね。お腹鳴った。もうない。あ、ハート忘れてた。アゴハートさ、あ、なんかコメントにしよう。アゴハートさ、なんかさ、わかんないって言われたんだけど。わかるよ。この顎の輪郭とこのここでこうやってハートを作ってんの。だからこうとかないよ。ここで作ってんだよ。こう。ここでハートです。顎の輪郭とこれでハートを作ってます。というわけでありがとうございました。この後あのキットスの方でも配信するので、もしよかったら遊びに来てください。あのさっき出したストーリーにリンクがあるので、もし気になる方いらっしゃったら遊びに来てください。ではこの後キットスでの配信でお会いしましょう。ありがとうございました。ゆるゆる配信で特に内容のない話でしたけど、楽しくお話できました。ありがとうございました。またね、またゆっくり配信したいなと思います。ありがとうございました。バイバイ。